核実験に向けた改造後の艦影 LSM-60 とは第二次世界大戦期にアメリカ海軍が運用していた揚陸艦。中型揚陸艦の一隻で LSM-19 中型揚陸艦に分類される。この船はクロスロード作戦のベーカー実験で原子爆弾を海中に吊り下げることに利用され史上初めて核兵器を展開した艦船となった。 LSM-60 は1944年7月7日に寄港され7月29日に浸水した。8月25日にアメリカ海軍予備役隊員のウィリアム・ W ・ドアを艦長に迎えに襲撃した。その後、LSM-60 は異王島の戦いに参加し従軍聖賞を一つ受賞した。クロスロード作戦ベーカー実験の空撮写真。 LSM-60 は、この爆発によって破壊された。1946年、アメリカ合衆国は、感染に対する核爆発の効果を測定する最初の核実験クロスロード作戦を行った。この中で2回目の核爆発にあたるベイカー実験では、水中の核爆発が水上艦や潜水艦にもたらす影響を調べることを意図していた。LSM-60 は、 爆弾を海中へ吊るす任務に向け改造された。貨物デッキに船体を貫通する縦穴が設けられ、核爆弾を海中に下ろすためのデリックと起爆信号を受信するアンテナも設置された。1946年7月25日、マーシャル初頭引きに干渉で核爆弾を収めた水密ケースが、LSM-60 から90フィートの水深に吊り下げられた。 この爆弾は、ファットマン型として知られるマーク、三鋭角爆弾で、ヘレン・オブ・ビキニという愛称が付けられていた。現地時刻の8時35分、爆弾は起爆され LS、LSM-60 と他の8つの標的艦を破壊した。現場にいた水兵は、識別可能な LSM-60 の破片は全く存在しなかったと証言している一方、 実験に参加したイギリスの海軍造船艦は他の標的艦の艦板上に3インチ四方サイズの LSM-60 の破片があったと報告している。ありがとうございます。